はい、ガレージ友吉です。ちょっとね、これはスーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人の孫悟空を作ってみました。で、これはお子さんからね、まあできるって書いてます。6歳以上からですね、できるって書いてますんで、で、まあ、ね、ニッパとか、ペイントとかですね、いらないって書いてますんでね、こないってね。はい。で、出来上がりがこんな感じですね。で、目とかも、まあ、これ、まあ、髪の毛とか顔の中に、白色のものとか、部品とかね、そんなんをつけてますね。はい。で、デカール、この悟空の号ですね。はシールになってるんで、この服のとこにシールペッと貼って、後ろも貼って、で、します。ちょっとこれ。うん。まあこんな感じですね。後ろからはね。で、このね、まあオレンジのやつは倒れにくいっていうようにしてるパーツですね。はい。まあこれは何も僕は、色も塗ってないですし、このまま買ってきて、そのまま組み立てて、で、しただけの色ですね。ね、髪の毛の色もね、いい色やと思いますし、ね、道着ですね、この服も、オレンジですね、いいオレンジになってます。はい。まあこれと同じ値段で、フリーザっていうか、ベジータとかもありますし、で、ちょっとね、1000円、2000円ぐらいかな、するやつも、フリーザとか、セルとか、ピッコロとか、トランクスとかっていうのがあります。はい。で、まあ、孫悟空でもね、赤い髪の毛の悟空とか、なんとかの極みっていうか、まあ、一番強いやつかな？の悟空とかもありました。はい。まあ、これね、このシリーズで、次ベジータを買いたいかなと思ってます。はい。まあそんな感じで、これは1時間もかかってないぐらいですね。1時間ほどですね、で組み立てました。はい。まあそれでは、今日はね、こういう、スーパーサイヤ人の孫悟空を作りましたよっていう報告でした。はい。またこんなのをね、買って、作って報告をします。はい。
ガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。